ロシアと戦争をして問題を解決することはこれ歴史を見ても無理なんですよ。例えばね、アゼルバイジャンは、ロシアと、何度か戦争を行って、これはどうやって解決したのか。ウクライナに領土、物資とお金を武器を与えて、そういった国のリーダーがロシアのプーチン大統領に話す資格ないんですよ。こんにちは、カズです。アリベイです。越境 3.0。 はい、アリベイ、こんにちは。こんにちは、石田さん、どうも。はい、今日はですね、アリベイが今ワイン売り場の催事場で、ワインの展示販売をやっている、はい、いつもはね新宿伊勢丹なんですけど、ね、今日はこちら、これ銀座の方に、はい、日本のど真ん中ですね、松屋銀座です。松屋銀座の地下2階のワイン売り場で今アゼルバイジャンワインの展示販売を行っていますので、もしアゼルバイジャンワインに関心がある方いましたら、ぜひ、銀座の松屋のワイン売り場の方に足を運んでいただければ、もう絶賛ワイン売ってますの で、はい、で土曜日と日曜日なら私もいますので、ぜひ来てください。うん、でなんか越境 3.0 見ましたとかって言えばちょっとサービスしてくれたりとか。そう、新用のカップあるんですけど、それをお代わりできますから、うん、それで大量に新で飲めますので、はい、皆さん遊びに来てください。来週の火曜日までです。はい、はい、ということで、アリベイ、本日のテーマは今あのリトアニアのビリニュスで、はい、NATO 首脳会談が開かれてるんですよ。はいはい。で、その中で、僕もいくつかの報道を見たんですけども、はいはい、今のウクライナ戦争に対して、うん、結構やっぱ NATO 陣営がすごい好戦的だなという印象、うんうん、はい、でこれがね、例えばアゼルバイジャンはあのロシアとこれまで何度かやっぱ戦っていますし、そうですね、でアリベ自身がモスクワ生まれのアゼルバイジャン人ということで、はいはい、結構そのあたりの事情をね、はいはい、アリベがどう考えてるか。まずやっぱり NATO がロシアに対してウクライナ問題をめぐって好戦的であることは良くないと思うんですよね。うん、ロシアと戦争をして問題を解決することはこれ歴史を見ても無理なんですよ。うん、これまで最近のこの 2,3 世紀、4世紀見たとしても、ロシアに対して戦争をして、簡単にどっかの戦いで負けたりすることはあるかもしれませんけど、自分たちの条件をロシアに対して戦争を通じてロシアに勝って飲ませたという歴史は私読んでないんですよ。例えばね、アゼルバイジャンは、ロシアと、何度か戦争を行って、ナゴルノカラバフ戦争なんかはすごい有名ですけど、これはどうやって解決したのか、どのようにしてこの停戦合意まで持っていったのかっていうのは。アゼルバイジャンももともと独立を、ソ連が崩壊してアゼルバイジャンが独立を得て、アルメニア、ジョージアもそうなんですけど、やっぱり欧米目線を持ってきたんですね。うん、神聖ロシアではなくてトルコとか欧米、NATO とか EU とか、そういう目線強くなってきて、そこを目指そうということで、そうそう、アゼルバイジャンはもうずっと西側寄りの政策を取ってましたよね。そうです。でそこでアルメニアだけがやっぱり明らかに積極的にロシア側の政策を取ったんですね。うん、でそこでこのアゼルバイジャンとかアルメニア、ジョージアがあるコーカサスという地方がずっともう戦いの侵略にすぐ侵略の歴史しかない、本当に戦争ばっかりやってる地域なんですけど、しかもほとんどの戦争のロシアが直接か間接的に関わってるわけですね。だからジョージアが南オセチアとアブハジア、そうですね、これは未承認国家って言われてて、アゼルバイジャンの中にあるナゴロノカラバフもこれ一時期は未承認国家って言われてて、ロシアがアゼルバイジャンから切り離して独立させようとしてた地域ですよ。そうですね、ロシアはアゼルバイジャンの場合はアルメニアを通じてそこをアゼルバイジャンから切り離して独立させようとしてたんですね。うん、今もその気持ちは変わりはないと思うんですけど、やはりアゼルバイジャンが欧米とちょっと距離を置いて、明らかにロシアに対して融和的な対策を取ってきたからこそ、ロシアの積極的なアルメニアサポートを一時的に止めたわけですよね。それに成功して ある程度アゼルバイジャンを積極的に支援しなくても、アゼルバイジャンがカラバフ、自国領ではあるんですけど、ロシアの許可なしには何もできなかったわけですよね、事実上、法律は置いといて、法律上みんなロシアのプーチン大統領も常にアゼルバイジャンの領土と言いながらも、そこに住んでいるアルメニア人のことを自決権とかもすごい主張してきたわけですから、ロシアから見るとアルメニアがかけがえのないパートナーなんですよ。でそこでアゼルバイジャンどのようにしたかというと、2018年にアルメニアパシニャン政権ができると、パシニャンがロシアとちょっと距離を置いて欧米目線を目指したんですよ。パシニャンが、そうです、アルメニアが、そうです、アゼルバイジャンが90年代にした間違いをしたんですよ。で今度アゼルバイジャンが明らかにロシアと仲良くしようとして欧米とちょっと距離を
バランスを取りながら距離を置いたというよりもバランスを取れて、うん、ロシアと結構いい関係を築いてきて、あとプーチン大統領とアゼルバイジャンのアリエフ大統領の個人的な関係も結構良くなってきて、うん、そこは結構仲いい雰囲気ありますね。パシニャンとプーチンは、ね、仲悪いんですよ今ね。そう、今もずっとそう、うん、パシニャンまでのアルメニアの大統領たち首相たちはみんなロシア外交を進めてきて、うん、アゼルバイジャンに対するナゴルノカラバフ戦争でもいい立場にいたわけですけども、パシニャンに代わって後にもう欧米がサポートするアルメニア政権できたわけだから、うん、それアゼルバイジャン側はうまくロシアに対してアピールして、うん、実はアルメニアがもうロシアの、ロシアが好きなように使える国じゃないよということを主張してきて、うん、アゼルバイジャンの方がロシアとバランスを取れて、うん、よく経済関係もうまくね交流できしてきてるわけですから、うん、やっぱりナゴルノカラバフでもアゼルバイジャンの法律上も自分の領土ですから、そこで行うような戦争、うん、奪還戦略に対してもロシアが明らかに、うん、批判しないように、うん、軍事介入しないように調整してきたわけです。じゃあアルメニアがロシアから距離を置きつつあって、アゼルバイジャンがロシアに接近しつつあるっていうような、そういうことになっている。そういう見方もありますけど、私から見ると接近というよりもバランスを取れている。バランスを取れている。ロシアの言いたいこと、ロシアの立場はアゼルバイジャンの方がよく理解できて、うん、理解してあげて自分の主張もしながら、まあ、ウクライナ戦争もそうですけど、うん、アゼルバイジャンはどちらから見てもウクライナをサポートしているわけですよ、うん、物資も送っているし支援物資も送っているし、そのロシアが勝手にその切り離して、うん、承認したその一部の地域もあるじゃないですか、ウクライナに、うん、そこもアゼルバイジャンはウクライナの人道支援なんかもしてるし、ウクライナの領土保全も認めているつつ、ロシアにも毎回その活動について丁寧に説明しているわけですから、うん、ロシアから怒られないわけですね、うん、だからロシアとこの NATO のその話もそうなんですけど、うん、ロシアに対して好戦的になって勝てた平和条約に結ばせた国、うん、組織は世界に僕ないと思うんですよ。なるほどね。だからある程度、まあ、痛いかもしれませんけど、僕らが歴史的にいろんなところで戦争を見てきてるわけですから、うん、やっぱり今現状維持をして、うん、今戦争をとにかく一日も早く止めて、うん、ロシアに話しかけてこの戦争を止めるように、うん、つまりウクライナはどん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 ロシアに戦い物資でもお金もいくらでも出すよというよりも、うん、ロシアとウクライナの間に入ってトルコみたいに、うん、その平和条約、とにかく平和条約今すぐしなくてもお互いの主張が全く違う異なるわけですから、うん、まずはその今の一日も早く一人でも死なないように、うん、その戦争地の流すことを止めるように働きかけるべきだと思うんですけど、 NATO とか欧米諸国はどん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 ウクライナをサポートしようとしてて、まあ、サポートの仕方いろいろあるんですけど、その武器とか物資を送るだけでロシアに勝てるわけでもないし、うん、でそれでウクライナのためにもならない話ですので、うん、そうなるとね、その NATO 諸国の中で、まあ、ロシア、プーチンと対話ができるリーダーって、うん、トルコのエルドアンしかいないじゃないですか。エルドアン大統領しかいないと思います。エルドアン大統領しかいないんですよ、うん、だってみんなもうどんどんロシア明らかに批判して、もし敵国扱いして、うん、どんどん制裁ばっかりしてウクライナに領土物資とお金を武器を与えて、うん、ロシア人殺してるわけですから、ロシアの目で見ると、うん、そういった国のリーダーがロシアのプーチン大統領話す機会資格ないんですよ、うん、でそういう中で NATO に入りつつもロシアともすごいいい関係築いている、うん、トルコのエルドアン大統領の方が、うん、多分主導権と持って、うん、欧米諸国の顔として、うん、プーチンの大統領に働きかけるべき、うんだと思うんです。それは彼できると思います。ただそれに対して NATO とか欧米諸国がどのようなスタンスでそれをサポートするのか、逆にまた批判するのか、うん、来月8月がプーチン大統領とエルドアン大統領の首脳会談がトルコのイスタンブールで行われるんですよ、はい、でこれ異例中の異例なんですよ、うん、なぜかというとトルコは一応ロシアに寄ってるとはいえ NATO 加盟国、そうです、 NATO 加盟国にプーチン大統領が足を踏み入れるって今回初めてなんですよ。その中で話し合われるのが一応3つあると言われてて、はい、1つが黒海の港から穀物を輸出する協定の話、それの、まあ、延長と、そう、期限切れなんですよ、うん、期限切れなのを延長をその更新するかどうかっていう話、うん、これが1つ、うん、でもう1つがウクライナとロシアの捕虜交換協定の話、はいはい、で3つ目がその延長線上にある停戦合意の話なんですよ、はいはい、でエルドアン大統領はやっぱ地域のリーダー国、はい、地域でのやっぱりこの存在感とかこの発言力を強めていきたいから、はい、このロシアとウクライナの仲介で停戦合意っていうところは
トルコの仲介でやるってことはもうエルドアン大統領のこれ悲願なんですね。そうですね。プーチン大統領側も今回のエルドアン大統領と その会談に向けてこの異例中の異例の NATO 諸国のトルコに足を踏み入れるっていうことは、うん、これプーチン大統領も結構ちゃんとやる気あると思うんですよ。そうです。前向きに考えてる。前向きにそう停戦合意とか国会の穀物輸出協定なんかを更新させるとか、うん、捕虜交換もきちんと話し合うとか、はい、その前向きな姿勢が現れてる証だと思うんですよね。そうです。イスタンブールに足を踏み入れるってことは、うん、だからこれのね8月の停戦合意もしも成し遂げられるとするならば、これはもう世界はもうトルコとかブリックスとかになびくと思うし、逆に NATO からみんな離れていくみたいな、そのようなことが起きるんではないかなと僕は睨んでるんですけど。そう、 NATO も国連も、ね、EU も本当に機能してるかどうかまた別の課題の問題なんですけど、うん、やっぱりそういう中で新しい組織、うん、国と国の関係は大事だと思うんですね、うん、そこで新興勢力、ね、そう、新興国がトルコはイスラム圏とかトルコ圏だけではなくても世界におけるすごい大切な場所にある国だし、リーダーもかなり世界的に強いリーダーのエルドアン大統領ですから、うん、ちょっと彼に私も期待したいと思います。そうですね。そのあたりの、ね、パワーバランスがこれから大きく変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そのやっぱ引き金となるのが8月のプーチンエルドアン首脳会談と、うんうん、あとその後のブリックスプラスの首脳会談、そうです、そうです。また今後もねその方向いろんな動きなんかをこの越境 3.0 チャンネルでお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、お楽しみにしてください、はい、でそしてアリベイのアゼルバイジャンワイン、こちらあの松屋銀座の方で、来週の火曜日ま で、 そうです、アゼルバイジャンワイン展示販売してますので、はい、東京のお近くの方はぜひ松屋銀座に、はい、土日いるんだよね。土日であれば私もいますので、はい、ぜひあのそちらの方に足を運んでいただいて、関心のある方はアゼルバイジャンワインをぜひ お試しの試飲をね。そうです、試飲は、ね、無料ですからね、はい、していただけたらと思います、はい、でそしてあの距離が遠くて来れないよっていう方は、インターネットでも販売してますので、アリウェイのアゼルバイジャンワインのインターネット販売、はい、アゼプロのホームページからあのご購入いただければと思うんですけど、こちらも越境 3.0 スペシャル割引パッケージというのをご用意していただいているので、かなりお得にアゼルバイジャンワイン楽しむことができますので、そちらのページの方概要欄のリンクの方に貼り付けておきますので、ぜひそちらの方からアクセスして覗いてみてください。アゼルバイジャンワインを試してお楽しみください。ぜひ、はい、ということで、今日はアリウェイありがとうございました。いや、ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。